はい、じゃあ久しぶりにね、XRP 行きましょうか。XRP は30日足をまず見ていこうかなと思ってます。この足はですね、あんまり面白くないんですよ。これね、なんで面白くないかっていうと、これ90日ですね、すいません。90日足でした。90日足は、まずはね、高値がここでしょ。25円ぐらい。で、二度と25円になってないわけですよ。次の高値が、23円ぐらいですか。で、ここも22円ぐらいなんで、もうね、下がる一方なんですよね。もう完全な下がりのトレンドなんですよ、これ。多分もうね、30円台に回復することはめったなことがないとないですね。というのが、通貨っていうのは誰かが買うから上がるわけであって、誰かが売ると下がるんですよ。で、XRP 買いたい人ってもういないんですよね。むしろ、もうちょっと上がったら売って手仕舞いにしたいと思う人ばかりなんですよ。私もその一人なんですけどもね。数年前は XRP に見込みがあると思ってましたが、こうやって観察していくと、XRP はちょっと捨てるしかないなと思っています。じゃあ次はね、どれを見るかと言いますと、360日見てみましょうか。360日見るとね、また面白くないんですよね。今更私が分析するまでもないと思いますけども、きちんとチャートを見てる人、トレーダーさんは、もう XRP に可能性がないっていうふうなことを、もうこの1年とかね、さっきの90日で身に染みてると思うんですよ。とりあえずは1年とか半年っていうのは様子を見ないと、また吹き上げるかもしれないんでね、見ますけど、これね、こう山が1回できても、もう上がってこないですよ、これで。もう上がる要素がないですよね。ってことは、なるべく被害が少ないうちに損切りで売ってしまおうという方ばかりで、売る準備をしている人が多い中で、じゃあ買おうかなって、買う要素がないですよ、もうね、XRP。何の役に立つんですかって形ですよ。ADA が順調に値を戻している中、ビットコインが安定して100万から200万に向かおうとしている。ちょっと余計なこと言いましたけど、ビットコインは、ね、値段が上がります。私はそう見てますね。そうなると、暗号通貨ってそんなにたくさん種類いらないんですよ。2種類、3種類あれば十分なんで、XRP はここで終わりかなと思ってますね。で、さらに、XRP が何で終わりかってことを MAX で見てみましょうか。XRP が生まれてから現在に至るまで、1回だけ暗号通貨バブルがありましたよね。出来高見てください。出来高。ね、出来高、この3つの丸で囲った下の方ですよ。ほとんど一緒ですけども、価格は出来高。ここで揃っちゃってますよね。ここも同じような感じですよね。ということなんで、適正価格は30円、ちょっと弱ですね。27、8円で、XRP は落ち着きですよ。上がることはないでしょうね。下がることはあっても。XRP の必要性は当初ほどもう感じられていないってことですよね。鳴り物入り始まった XRP で私も期待したんですけども、吹き上げたのは1回こっきりで、あとはどんどん下がるばっかりでね。もう手仕舞いですね。いつ売るか、それだけですよね。私も結構大量保有していて、これで4000万円ぐらいね、利益を上げようと思って目論んでいたんですが、私が考えていた目論みは1つ外れ、2つ外れ、3つ外れ、今のところ1個も当たらずに、この2年っていうのをね、経過してしまいました。XRP ね、なかなか夢を見せてもらったと思います。で、このまま、出来高は変わらずに推移していくんではないかなと思います。若干落ちながらね。で、必要な方は一部いらっしゃいますんで、すごく専門的な方です。一般化することはもうないと私は思います。あっちこっちの、一般金融市場が手を引いてるというふうに私は見てます。XRP は手仕舞いだと、私は思ってますけどもね。もちろんね、私がこう思ってるから、皆さんもそう思ってくださいっていうことではないです。今のところ、この1年、そして2年見ている中では、上がる要素はもう感じられないと。下がる要素ばかりが目立つ。そんなね、チャートとファンダメンタルになっております。さあ、それでは、XRP しばらくね。私毎日見てるんですけども、毎日見ていてこういう結論です。皆さんいかがでしょうか？たまに見てどういう結論かなっていうところでございますけどもね。私の分析が正しいとも限らないですけども、皆さんはどんな風に考えているでしょうか？では、失礼します。